浜ま宮急温市庭園は東京都中央区浜ま宮庭園にある都立庭園である。旧浜ま宮庭園として特別史跡、特別名称に指定されている。東京湾から海水を取り入れ、潮の干満で景色の変化を楽しむ潮入りの回遊式月山泉には、園内には鴨場、潮入りの池、茶屋、お花畑や牡丹園などがある。2000年代前半に、 西側の旧塩止め貨物ターミナルが再開発されて、塩止め高層ビル群が林立し、庭園とコントラストを成している。江戸時代に甲府藩主も屋敷の庭園として造成され、徳川将軍家の別邸浜御殿や、区内省管理の利休を経て、東京都に下市され、都立公園として開放された。近年、かつて園内にあった複数の建築物の再建が進められており、 四棟のお茶屋などが復元されている。寛永年間までは、足などが茂った湿原で、将軍家の高場であった。1654年に、甲府藩主の徳川綱重がこの地を配領し、海を埋め立てて、別邸を建てた。その後は、甲府藩の下屋敷として使用された。このため、甲府浜屋敷、海手屋敷と呼ばれるようになった。綱重の子である、 徳川綱豊が六大将軍になったため、甲府徳川家は絶家となり、将軍家の別邸とされて、浜御殿と改称した。浜御殿では、江戸時代を通じて改修が続けられた。八大将軍吉宗は、植産の試験場と位置づけ、薬園、製刀所、丹野語や、果実所、大宝城等を設置。二百種を超える薬草の栽培や、琉球から取り寄せた。 砂糖きびの栽培、砂糖の試作、オランダから輸入した洋酒場の飼育等が行われた。1729年5月には、オスの像がベトナムから運ばれ、浜御殿の小屋で12年を過ごしている。その後、11大将軍、家なりの時代に、現在の庭園がおおむね整い、将軍の高刈りの場として利用されることが多くなった。明治維新後の1870年、 浜御殿は、宮内省の管轄となり、名前も、利休と改められた。明治天皇もたびたび訪れるようになる。また、幕末の1866年には、浜御殿内に、幕府海軍の海軍諸施設として、石像建物が建設された。この建物は1869年に、イギリスのエジンバラ港アルフレートの訪日に際して改修され、外国人接待所。 延べ、領官となった。延べ、領官は、明治維新後も、迎賓施設として使用され、1879年には、当時のドイツ皇太子フリードリヒが訪れた。また、同年には、日本を訪問した前アメリカ大統領の、ユリシーズ、S ・エス・グラントが、延べ、領官に1ヶ月滞在し、浜ま宮内の中島茶屋で、明治天皇との越見が行われた。しかし、 六名館の完成により役割を終え、1889年に取り壊された。その後、ハマリキューはまり級は、1923年の関東大震災と1945年の東京大空襲で大手門や複数のご茶屋や樹木が消失し、庭園自体も大きく損傷する被害を受けた。1945年11月3日には GHQ の要求により、 東京都に貸しされ、1946年4月1日に都立庭園として開園した。1972年には他の都立公園と共に無料化されたが、十分な管理ができなかったため、1979年4月に再有料化されている。また、1948年12月に国の名称を指し席に、1952年11月には、 特別名称及び特別史跡に指定されている。近年、園内の施設の復元が進められており、1983年に復元された中島の御茶屋に加えて、2010年12月に松の御茶屋、2015年5月に園の御茶屋、2018年4月に鷹の御茶屋の復元が完了。潮見の御茶屋の復元も検討されている。一方、一時は、 東京オリンピックに合わせて復元が予定された、延べ領館は、舛添要一都知事の辞任により復元が見合わされ、長期的に整備される計画となっている。ありがとうございます。